い、どうも、ビーレジェンド、かぎたにです。ビーレジェンド、染田です。ちょっと今回、染田くんにちょっとゲストで来ていただいたんですけれども、先日少し前からかな、染田くんにね、動画の方出てもらってるわけなんですけれども、はい、なんか、ド緊張してるよね。いや、もう、大丈夫？この映像がこう、世界に流れると思うと。世界ちっちゃい世界だよ、ちっちゃい世界。もうね、買いかぶりすぎ。あ、そうですか。はい、まあまあ、そんな染田かぎたにでやってますけれども、まあ、やっぱりね、染田君、去年のスポルテックカップ、はい、秋のね、はい、関西の方のスポルテックカップの方の大会名なんだったっけ？スポルテックカップウエスト。ウエストの大会なんだったっけ？はい、フィットネスモデルじゃない。あ、フィットネスモデルですね。はい、フィットネスモデルだよね。フィットネスモデルです。はい。で、あれで、何位だっけ？順位は。5位です。5位ね。はい。で、今、もう、ちょっと今、微妙に大胸筋を寄せたね、今。これあるあるですね。さっきでもさ、このシャツ着るときにチラッと見えたけど、はい、まだあれだよね。もう日にちだいぶ経ってるけど、腹筋結構しっかり割れてるよね。あー、そうですね。いつも食事、スクリプトな食事してるよね。あー、そう。全然でも食事に関しては全然こだわりは持ってなくて。あ、そう。食べたいだけ食べて。でもなんかそのクリーンな食事ばっかりだから、クリーンバルクでしょ？はい、あー、まあそうかもしれないですね。でも、僕、かげさん、休日とかの日はラーメンとかも、あ、そう、ガンガンに食べますし。ラーメン、ガンガンってそんな、例えば月何回ぐらい食べるの、ラーメンとか。多分月4ぐらいは食べてます、ね。週1ぐらい食べてるってこと？そうですね。土日どちらかは絶対にラーメンとか。あ、そんなラーメン好きなの？かなり好きで、いろんなお店は。あれもね、ラーメンつけ麺、僕イケメンみたいな顔してるもんね。言われます。言われるよね。やめてください。俺、前から、今回動画で収録中に初めて言うけど、はい、前から思ってて、はい、似てるよね。これやめてください。世界流れるんですよね。いいじゃん、別に。本人から話が来たら面白いんですけど、ぜひ、ビーレジェンドかぎたにチャンネル出てください、ね。もう誰かわかると思うんですけど。いいじゃん。アムロもできたし、もう一つできたじゃん。そんな、アムロだけで十分なんですよ。これだけで行きたかったのにこれね、たまに会社でやるんですけど、受けてるの僕だけですからね。萩谷さんに受ければいい間違いない。俺に受ければそれでいいね、はい、どうぞ。まあまあ、何の話だっけ。そうそう、ラーメンか、はい、やっぱりそのなんかクリーンバルクのイメージあるけど、でも家でさ、今実家暮らしでしょ、はい、で、なんだっけ、前夕飯聞いた時に かなりクリーンバルクだなって思ったんだけど、はい、夕飯何食べてるって言ったっけ。いや、特にもう出てくるものを食べるんですけど、まあ、そうだったっけ。母が作ってくれてるものがそうなのかも、うん、例えばどんな、そんななんか、まあ、ジャンクとは言わないけど、はい、そんなクリーンってわけでもないの。いや、日によってはでもそういう日もありますけど、基本的にでもやっぱり母が作るものは煮物とか、おう、あー、そうだそうだ、お魚とか、おう、で、僕毎晩納豆は1パック食べるようにはしてます。まあ、ベースが和食なんだね。結構そうですね。まあ、和食は結構あれだもんね、その日本人に限らずだけど体にいいもんね。そうですね。だけどタンパク質、あ、そうか、プロテイン1日何回ぐらい飲んでるんだっけ。僕5回ぐらい、ね、5回ということは 100g ぐらいタンパク質プロテインから取ってるってことだね。そうですね。で、食事からだいたいどれぐらいかな。あんまり80ぐらい。そうですね、それぐらいかなっていうふうには。だから180ぐらいで、今体重が何キロ。体重が今72キロですね。あ、だからまあ 2.5 倍ぐらい取ってるってことか。そうです ね、はい、あ、だからやっぱりタンパク質量が多いんだね。結構そこは意識して。あと、トレーニング量が多いもんね。そうなんですかね。で、周りがでもやっぱり上野さんとか、まあね、はい、いるんで。だけどやっぱり上野もベースに考える上野もやっぱり一応言っても大阪でさ、30歳以下のチャンピオンだったりするしさ、はい、そういった意味ではまあ、選手じゃん。そうですね。そう思うと、まあ、そこベースで考えるとね、まあ、ああいう人がいてくれるから、あ、なるほどね、トレーニング頑張れるかなっていう部分も、なるほど、ね、ここはあると思ってます。まあ、一回ね、一緒にね、ゴートレしたことあったんですけど、もうね、ちょっともう胸肉離れ起こすんじゃないかっていうぐらいやってるんですよ。で、ね、やっぱり若いから、回復も早いのか、できてるよね。でも、サプリメントの力には助けられてるから。おお、いいね、いいこと言うね。例えば何、まあ、マルチビタミンは絶対。ああ、マルチビタミンミネラル。はい、あとはあと僕、まあ、プロテインもだから月5キロぐらいのペースで飲んでるってことだもんね。そうですね。と、うん、ちょっと結構ハードにやるんで、うんうん、ジョイントは僕今もうジョイント飲んでます。おー、はい、なるほど。それはベンチとかするから肩ケアとか。そうそう、肩にそうですね、くるんで。今もジョイントは絶対飲んでます。で、ジョイントって名前ジョイントだから関節と思いがちだけど、腱にもいいんだよね。
あ、そうですね、剣、はい、なるほどなるほど、かなりその辺は助けられてるなっていうふうには思います。そうか、でも本当にこの半年1年でめちゃくちゃバルクアップしたよね。特に半年かな、だからなんだろう、去年1年間の前半半年と後半半年でなんか違ってることってある？運動量も食事も栄養面も変わってない？同じぐらい特に変えてないかなっていうところはあるんですけど、トレーニング研修行って、うん、何月だっけ、まあでもあれ10月ぐらいですかね、秋、うん、秋ぐらいですかね、10月か、うん、やっぱりうちのリアスのトレーナーの方とか、うん、加藤はやっぱり上野さんとかと一緒にトレーニングさせてもらって、うん、やっぱトレーニングのやり方っていうのもすごく学ばせてもらったなと思ってて、うんうん、そっからは結構、あ、そう、はい、なんか俺の印象だとね、なんかね、夏ぐらいか、はい、春ってことないんだけど、6月とか7月8月とかそのあたりからなんか急激にでかくなったようなイメージがあって、なんかない、何か変えましたかね。まあでもクレアチン入れたとかそういうのもあるかもしれないですけど。クレチンは何月ぐらいから入れたの？まあでもそれぐらいの時期にちょっと飲みなくなってきたんですよ、ベンチの重量が。そうですね、で、うちのスタッフに勧められて取り入れるようになりました。ビレジェントクレアチン飲むといいよと。あ、そうです、ね、社内のスタッフ同士でおすすめがあって、クレアチン信者の方がおられるんでなるほどなるほど、ぜひ飲んでみたらって言われて、そこからでもやっぱり重量は上がった。それでかなり伸びました。やっぱり扱える重量も今も少しずつやっぱ伸びてる。まだ伸びてる、はい、今もう最初はローディングで入れるだろうけど、今はもう定期的に入れてるってこと。今はもう1日 5g をね、毎日飲んでますね。そうか、まあね、ちょっとそんな染田くんですけれども、まあ、トレーニングの話もね、食事の話もいろいろこれから聞ければいいなと思うんですけれども、まあちょっとね、この半年で急激になんか体が良くなってるから、ちょっと秘訣を今回聞ければなと思ってフリートークしてみました、ということでまたこれからいろいろとどんどん染田くんお話聞いていきたいと思います。まあ、まあ次はちょっと脱いでもらおうかなと思いますので、はい、ということで動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、ではまた染田くん次回よろしく。はい、ではではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。さよなら。